こう曲がってないの。で、まっすぐだと駅前をバイパスできるのか。これで、これが8号線来てるね。8号線来てるね。来てるね。ビッグエコーマンション。来てるね。これはもう、街中が近い証拠ですよ。地方都市なんでね、こういうところまで、普通に駐車場のある郊外店にはなってますけど、こういうお店が出てきてるっていうことはもう、神奈川の中心街も近いと。内装だってある。で、181円。ストーリーの大きい。パス。ソフトバンク。からちょっと南の方に抜けたらまた。買い方か、駅前まで多分ちょっと値段がするでしょうからね。ただしそんなにまだ眠気が来てねえんだよな。走れちゃうんでるんだけど、気をつけないといけないのは金沢から出ると福井とかでも結構怪しい。越前、鯖江とかでも結構急一気にカフェとかそういった休憩所のところはね、怪しくなってくるんで、一休みを入れるんであれば絶対この金沢界隈で入れといた方のがいいとは思うんだ。広いね。これが県道8号じゃないんだね。あ、国道8号じゃないんだね。広いからそれなんかと思ってたけど違うんだ。行ってしまえるな。金沢この先もちょっと待ちますけど、もう夜ですしね。もうちょっと抜けようかな。いや正直今の飯はだいぶ回復した。唯一記念であげるなら結構お腹がもうセットで満腹になったから、もしかしたらしばらくしたらちょっと睡魔来るかもしれない。というかもう追加でこの弁当で買った弁当を食べたらもう、満腹中枢やられてそのまま、がっつり寝落ちできる自信があるぐらいには今もう来てますね。ガチってあるわけじゃないな。おお。これで小松さんが出て消えるんだ。はあ。あっちも便利そうね。すごいな、2車線2車線か、独立2車線なんだ。この道、いね。さらに車線を広げるのか。広い。北陸の大動脈だもんな。576円。ああ、簡易価格が。すげえな。
ていうふうにやるな。金沢、西って出てるところだ。ここら辺から中心街から少しずつ離れてくのかな。どえげついな、22の、そっか、間に北陸道が入ってるか。うわ、えっく22プラス22か、うわこれは輸送力半端ねえな。スピード乗ってるときである程度見計らっていかないと車線変更もままならん。ああちょっとあの22号線を走るときの感覚に近いですね。あそこもそうか、一宮高速は上に来てあれしてますし、近いっちゃ近いね。でもそっちキープしといた方が良さそうだね。見た感じ。なんでもテルメ金沢。何の建物？おお、北陸道に入ってしまうのも、いや、この辺りで休むんであれば、北陸道入るんであれば、前原とかまで出てしまわないと。だから、まっすぐ、いや、ここはまっすぐ行こう。小松入るまでにあったら小松までに決めよう。そうしよう。そうすればまあいい時間にもなる。時間ばっくれも。今回の場合はもう鍵付き個室じゃなくてもいいですからね。石川か。そういえば石川に亮太なんですよね、私。うん。ですから、石川亮に亮太なんで、石川亮太ですね。うん。これは、いいロングティーが飛ばせそうな気がしますけどね。まあ、打ちっぱなしに行った時はシャンクの山だって覚えてましたけどね。ファーッと叫ぶタイミングだけを任せてくれ。ねえ。ぶっちゃけいろいろこれ店が出始めそう、やっぱそうだね、出始めたね。ってことはアイレスさんとかが出てくるかもしれない。我々はその点なかりはない。弥生県やびっくりドンキーなども出てきている。広い道だな。北陸道は分かれていった。だがそれでよい。そして200時間かかれそうか。金沢だった。それはつまり金沢カレーの店がいっぱいあるということだ。そうか。時間カレーね。あ、そっか、こっちに行くには普通にあるのか。はあ。変な感覚だね。
あ、おー、おー、来るよ、おー、飯が来る、違う、まあ、今のところ過ぎたらちょっとまた郊外に入る感じかな。あ、てか、これはもしかしてもう五日市五千両、五日市、なんとこんなところに丸日市があるじゃないか。二日早かったのか、四日市より。よし、だとなった時、二日市に行くぞってなった時はここにしよう。あの、知ってる二日市があまりにも遠いんだ。九州だからな。あそこ避けたいんだ。いいね、ここは避けれるね。そしたらお寿司麺ある。あ、やっぱ結構あんだ、こっちの方。